こちらはさいたま市老人クラブ指導者研修会の舞台袖です。出番を待つ皆さんの表情は真剣、やはり緊張しているようですね。どうやら前のグループの演目が終了したようです。さあ皆さん、いよいよですよ。思いっきり楽しんできてください。関東平野の中央部に位置する埼玉県さいたま市、ここさいたま市文化センターでさいたま市老人クラブ指導者研修会が開催されました。続々と集まってくる会員の皆さん、やはり一番のお目当ては仲間の晴れ姿が見れる芸能の部。席についてからも今か今かと開演を待っています。さあ皆さん、お待ちかねの芸能の部が始まりました。民謡、合唱に人気のフラダンス、銭太鼓に太極拳まで、バラエティに富んだ見応えのある演目が続きました。大会終了後、大黒舞平成音頭で華麗な踊りを披露した西区間宮地区の皆さんにお話を伺いました。まあまあじゃないですか。はい、ちょっと緊張しまして、上がりました。いいですね、若返ります。皆さん本当に衣装がお似合いですよね。似合ってますでしょ皆さん。もう大先輩の指導でいろいろ教えていただきながら選んでいただいてね、こういうの前ですけど、本当皆さん綺麗で似合ってると思います。楽しかったです。続いて息の合ったフラダンスで会場を盛り上げた岩槻区みゆき町福寿会の皆さんにもお話を伺いました。やはり私たちも年もね、だいぶ上行ったんですけど、気持ちも若くなりますし、皆さんとコミュニケーション取れてとても楽しいです。あのね、やっぱりアロハの気持ちで楽しく踊れるっていうかな、うん、で気楽にそんな、うん、難しくなく体を動かせるっていうことですね。はい、私たちいつもね、年よりもずっと若い気持ちでやってます。で衣装ね、楽しみなんですね。すごく気持ちが若返って、みんなで仲良くやってます。楽しくね、はい、はい、同じです。いかがでしょう。ありがとうございました。アロハ。